はい、OK ですね。来ましたよ。音変わりましたよ。これ夏休みの音？ありがてえぞ。ありがてえの意味がわかんないけど。いや、入ったなぁ、夏休み。どうしよっかなぁ。初日ですよね、夏休みのね。うん、正式なね。ちょっとスマホで情報チェックしますか。12星座占い。健康にニッコニコしてますね。うん、なるほどね。健康って何なんだろう。運動とか、そういうのが上昇しやすいのかな。ね。なんか、そんなのありそうですよね。ちょっとじゃあ、ものは試しですね。やってみましょうか。運動して体を鍛える、やってみましょう。いいのかな？これまた1週間ぶっ続けてやっちゃうよね。デートの約束してからにする？とりあえず。じゃあ電話かけますか。電話をかけるがないぞ。待って、あれ？ちょっと、電話かけるなくない？あれ、日曜日しかできないの？ああいうのって。そんなバカな。嘘でしょ？夏休みだよね。あら、ほんと？夏休み電話かけちゃいけないの？平日。すげえ拘束があったもんだな。大丈夫か、羽ばたき学園。夏休みの平日はスマホは禁止とするみたいなのあるの？男女交際は。やんなるな。まあ、一応体鍛えるか、じゃあ、ニコニコしてましたから。はい。あれ？この番号って、どうした？もしもし？もしもーし。お、三影先生、びっくりした。なんで知ってんの、電話番号。あ、三影先生、どうしたんですか？おう。来週の日曜に課外授業やるぞ。暇なら出てこい。ちょっと待って。デート？おい、マジかよ。ちょっと待って、来週の日曜、課外授業という名のデートのお誘いがあったな。三影先生は何か？二人三脚一回行っただけでちょっと、そんな雰囲気だと思ってんの？そんな安い女じゃないわよ。はい、参加します。よし、一人ゲット。どうした？助かったぜ。何何？気をつけてこいよ。じゃあな。はい。今度も一応か、寝坊しないようにしないと。課外授業。ちょっと待って。ああ、ダメ、バイトダメだった。と、あっという間に22日ですね。ほら、電話かけられる。ほら。なんだ、平日、ほんと夏休みなのに、祝日と、ね、日曜しか電話かけられないんだ。参ったな。いや、じゃあちょっと計算していかないとダメじゃん。一番苦手なのに、計算なんて。スケジュールだな。はいはい。夏休み課外授業、そうね、これね、25日。で、今日が海の日ね。はい。ああ、ほらほら、これ、夏休みの花火大会ありますよね、行事。ああ、待って、ちょっとごめんなさい、ちょっと時間ください。待ってくださいね。まず買い物行って浴衣を見に行かなきゃいけないでしょ。なぜならば、夏休みの花火大会のために。だ、ここの2つのうちのどちらかにしか多分行けないんですよ。祝日と日曜日しか電話もできないし、一人で買い物も行けないし、あとはここね、ここで。ただここはもうな、ね、予定が入っちゃったんで、だからお出かけするんだったらこの2つしかもうないんですよね。あ、ここサボってもいいですけど。でも行きますって言っちゃったからな。はいはい。じゃあここで、花火大会行かないっていう約束をし、一応、誰かはちょっと後で決めるとして。で、ここで浴衣を見に行こう。ね。そうしよう。はいはい。OK だよ。僕の中の計算は終わった。待って、立地度36って足りるの？浴衣っていくらがないのかな。そもそも立地って
日本円に換算するといくらなんだろうな。な、1リッチ100円ぐらい、うん、あでも今円安ですよね。120円ぐらい、円安リッチ高として、うん、120円だとしたら3600円720円とか4300何歩ぐらい足りっかな。浴衣ってそんぐらいで買えるかな。4000円、いやもっとするでしょう。参ったな。一旦セーブします。あ、セーブって言っちゃった。日記つけますね。参ったな。さて日記も終えたところで、さあ作戦を実行いたしましょう。まず電話をかけて予約を取りましょう。あ、風間亮太くんしかいないな。うん、なんでガソスタのあの子、何でしたっけ、あの知らすいません。ガソスタのあの子は置いておいて、置いといて、置かないけど、うん、でも知らないからな、連絡先。まあちょっと亮太くんに電話しますか。あの花火大会行きませんか、はい、って。風間亮太です。ちょっと待って、すごいな、丁寧だな。あ、亮太くん起こしだけど、ただいま電話に出られません。かけ直すかメッセージをお願いします。留守電、あ、留守電か、どうしようかな。要件入れようか。大丈夫かな。まず聞いてくれるか分かんないからな、留守電。ここ行ってくれない、花火大会へ。あれ、どこでやんの、どこでやんの花火大会。あ、これ、ここ、あ、違う、どこだ、うん、待って、花火大会、そう、ここびっくりした、花火大会ないこと思っちゃったよ。いや、あるでしょうよ、ここね。花火大会へ行きませんか。おこしです。8月1日の、花火大会に行かない、聞いたら連絡ください、よろしくお願いいたします。うん、聞かなくても、あの、連絡くれてもいいんですよ、たまには。うん、これでよしと。折り返しの電話を待とう。どんぐらいで来るのかな。あ、もう早い。はい、お越しです。メッセージ聞いた、返事は OK。 あ、本当に言ってくれるの、ありがてえな。これはもう完全にシャレオツなね、浴衣をゲットしないと。本当？じゃあ8月1日に羽ばたき駅で待ってるね、駅前集合。期待してまーす。じゃあな。うわー、期待されちゃってまーす。やった、早く8月1日が来ないかな。忘れるね、ウキウキして買い物を。買い物行くんだぞ。そう、一人でお出かけする。こうね、うん。行こう。どこで売ってるって言ってましたっけ。やばい、しまった。一回戻れる。お出かけやめて自宅に帰るってなっちゃってんな。これ自宅に帰ったら終わっちゃう一日。いやー、失敗したな。どこで売ってんだっけ。確か何回かしか入れないんですよね、あのお店って。多分2回だと思うんですよ。うわ、失敗した。あ、でも待って、どこでも売ってんだろう。うん、ね、ブティックジェスエ、レディースファッションメルル、どっちでも売ってるんでしょ、浴衣だったら。この時期、このフーズね、このフーズ合ってます。ちょ、行ってみよう。いらっしゃいませ。あー、いらっしゃいました。浴衣出して、あるか、待って、ある、浴衣、あった、よかった。あ、これか。大輪ゆり浴衣。大輪でいいのか、大輪。ちょっと待って、お金足んない。うわ、やったな。やったわ。もう全然大。あ、スタンプ。そうだ。スタンプ。スタンプカード。そう。これ50%オフ。よかった。つけといてよかった、スタンプカードは。皆さんもぜひぜひ。こういう時があるよ。買える。よし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 。
これですよね。あ、でも待って、好みってあのりょうたくんの好み、服の落ち着けキュートですよね。これキュートなの、キュートなのかな、これなんかわかんない、なんかわかんない、ちょっとこれは店員さんに聞きたいんだけどな、これを着るとキュートですかって聞きたいんだけどな、キュートですよとか言ってくんないかな、まいったな、どうしよう、一か八かか、なんかこれ言ってましたよね、なんか大輪のね花火のなんか浴衣が人気ですよみたいな、なんかちらっと書いてあったんですけど、あーもう一店舗行く、いやでも向こうで売ってなかったら、待って、すげえ迷う、迷うな、一発勝負だよ、次のメルルで売ってなかったらもう終わりだからな、ちょっと待って、本当に本能じゃない、本能ってすごい野生児、あの直感に任せましょう、うん、直感に、なんかキュートっぽくないんですよね、大人な感じしません、これこの2つすげえ大人な感じはするんですよ、だからちょっと違うんじゃないかと思いました、直感で、ごめん店員さん、ごめんね、ありがとうございました、いいえごめんね、本当すいません、また来ます、また今度来よっと、そうとなるとこっちか、レディースファッションメルだ、ここに売ってなかったらもうおしまいなんですよね、浴衣が、でも売ってるはずなんですよ、ただここにそのキュートな浴衣が売ってるかどうかなんですよ、うわもう楽しんでんなこのゲームは、僕はここもあるんですよね、ガーズショップアステル、うわもうどっちだろう、でもりょうたくんが好きなファッションはキュートで、りょうたくんとそのショッピングデートしたときにここに来たんですよね、メルル、だからここなんじゃないかなとも思うんですけど、ただキュートとなると、こっちなんじゃない、こっちなんかロックって感じするんですよね、うん、ロックだかポップだかで、こっちなんかすげえ可愛らしいもんばっか売ってたんですよ、ガールショップパステル、すんごいこう なんていうのかな、ふわふわした感じ、うん、すいませんおじさんのねあの表現力でごめんなさい、こっちはなんかその本当になんかシルバーのチェーンがジャラジャラな感じがして、こっちが本当にこうふわふわのね、うん、可愛い系が売ってた気がするんですよ、もうおっさんのその本能を信じよう、うん、これだ、ここだ、ここに売ってるはずだ、絶対、いらっしゃいませ、そう絶対キュートだこれは、売ってる売ってる、頼む、売ってない、しまった、やってしまった、やってしまった、うわー売ってない、メルルだったか、いや書いてあったんだよ絶対に、メルルの方だった、うわー失敗した、売ってないじゃないっすか、パステルさん、パステルさんでしたっけ、ここ多分2回しか行けないんですよ、出ちゃうと多分家帰っちゃうよね、帰りたくない、またお越しください、もう一軒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 ちょっともう一軒もう一軒もう一軒ダメだった、ほらいや帰っちゃダメ、もう一軒行こう、どうした、どうしたえなんで、りょうたくんあれ今日バイトの日だっけ、あバイトしてんの、りょうたくん、ううん、急遽代打、今ちょっと休憩もらってた、あー代打で入ったんですねバイトに、あバイトしてるんだねりょうたくんね、どこでバイトしてんだろう、そっかお疲れ様、
休日は忙しいの覚悟してたんだけどさ、なんか俺を指名してくれるお客さんも多いんだ。え、そういうお店で何バイトしてんの？いいの？高校生が指名って。おかしいよな、今日シフト入ってるのなんでわかるんだろう。いや、遠回しに嫌味言ってないそれね。男が聞くと、いや持ってて辛いよねみたいなことをね言ってますよ旦那。今日シモンに風間くんがいるって。ほら噂してんじゃん、耳を澄ませば。情報発信あったよね、急ご。ほら情報、なんか俺監視されてるのか。あー SNS で、あるかもしんないね、この時期というかこの時代。りょうたくん行くよ、店長に迷惑かけられないし。じゃな。なんか手の届かない存在なのかな。お待たせしました。どうした、やっぱりそっち系の店。あ、風間くんいた。贈り物の相談させてください。贈り物なんだ、花屋さんかなんか。りょうたくんの人気どんどんすごくなってるみたい。ちょっと疲れてたけど大丈夫かな。疲れてるんですね。うわあ、ちょっと待ってください、加害事業に行くがある。ちょっと一回メルル行っていいっすか。それからじゃダメっすか。うわあ、まいったな、期待して魔法を。うわあ、へこむ、すげえへこむ。でも行くっきゃないか、約束しちゃったしな。なんで約束しちゃったんだろう。もう行こう。もうみんな集まってるのに先生どうしたのかな。どう、先生が来ないじゃん。もう解散解散、メルル行こうみんなで。もうあ、来ましたね。間に合った。いや遅刻っすよ先生、昼おごりね。先生間に合ってはいませんよ。すみませんでした勢いで乗り切る作戦失敗か。勢いで乗り切る作戦ね、はいはいはい、そうね。ただ滑ってましたよ、はい。それじゃあ笑ってる、始めるぞ。あ、スキンシップがあんじゃん。もう取っとく。じゃあ、うん、まあこの辺触る。今日はスーツで決めてんだ、うん、そうそう、ちょっとスーツ引っ張ってみました今こいつってね。今日の課外授業は植物園だ。授業が終わったらみんな園芸部にそのまま入部な。いやいや、ちょっとスカウトしてるじゃないですか先生。あの、って言われてるよ本当に。なんでそうなんだよってブーイングの嵐。あれダメだったか。まあね、そうはうまくいかないよ。ふふ作戦失敗ですね。いろんな植物の匂いがするよな。あ、植物の匂いね、はい。あの浴衣もおそらくそんな匂いがしたんでしょうよ。大輪ユリ浴衣でしたっけ。甘い香りがします、ミントですね、強烈な匂いですね。なんかラフレシアでもあんの。そんなの置いてんの。甘い香りにしますか。ミント、甘い香りでいいか。花と実は虫や動物を引きつける。お前も植物の戦略にはまったな。ああ、なるほどね、はいはい。なんかこうミツバチだと思われてんのかな。いい感じだよね。ちょっと待って、おこし、あの御影さん狙ってる。御影さん、おう、なんだ。なんだってすげえ言われてんな。泥でもついてたか。はい、あの払っときました、虫の死骸がありましたよ。今日の課外授業とても勉強になりました、はい。じゃあ次も頼むぞ。次もあるんすか。これもデートってことになったのかな。よし、みんないるな。これで課外授業は終わり、気をつけて帰れよ。はい、ですよね。い
いやー参ったな、スケジュールチェック。もう買いに行く時間ないよね。ないよな。りょうたくんとデート、花火大会。でも花火大会夜だよね。午前中買いに行けないかな。まだ諦めない。うん、午前中買いに行きたい。でも無理だよね、一日になっちゃうよね。うわ、周り全部浴衣なんだろうな、どうなんだろうな。もう僕だけ私服で行かなきゃいけないのかな。うん、しょうがないか。しょうがないよな。しくじったな、一生の不覚だよな。いや一生の不覚、そんな、うん、いや一生の不覚ですよ。メッセージ見るか、ちょっと気晴らしに。アルバイト情報、ガソスタね、はい。ショップ情報、ちょ、ここ見たくないけど、ほらここ、あ、やっぱ浴衣売ってますね。ミニ、うわ読めん、ミニ丈、何ランマンとかでいいのこれ、わからん。この感じ今となっては必死に読もうともしない。だって買えないもん、読んだところで。あ、でもやっぱセクシーなんですね、レディースファッションメルルは。こっちの浴衣だったのかな。いやー、あれファッション大冒険、あ、これじゃない？ファッション大冒険に行かなきゃいけなかったんじゃない？嘘。あー、どう、結局外れてたのかな。ファッション大冒険の方にそのキュート浴衣は売ってたのかもしれませんね。そうやって自分を慰めよう。うん、酸っぱいぶどうのね、心理ですよ。うん、この辺はないかな特に。いやー酸っぱいぶどう、そうそうね、どうせ売ってなかったよ、売り切れ売り切れ。うん、トロでしたよトロ。そう思う、私服で行こう、私服でいいはずだ。そんなりょうたくん期待してますって言いましたけどもね、何着たってお前は綺麗だよって言うのが男でしょうよって言って、ね、日記を書こう泣きながら。さて日記をつけ終えたところで、すいません、謝罪なんですけれども、録画できてるかどうか確認をねした時にね、まあ、ちょっと動画を見返したら、風間亮太くんのバイト先、シモンでしたね、うん、雑貨屋でしたっけ、うん、思いっきり言ってましたね、女性のお客さんが、全然気づかなかった、ごめんなさい本当にこういうことがあります。そっち系のお店でもね、花屋さんでも全くありませんでしたね。うん、なるほどね、シモンで働いてたんですね風間くん。となるとですよ、やっぱり意中の人とバイト先が一緒の方がいいじゃないですか。でも募集してないんですよねシモン、人手は足りていると。うん、なるほどなって思いました。まあガソスタ続けていくかとか言ってる間にですね、7月26日月曜日、ここですね今日、ここ、まあバイトがあって来週は待ちに待った花火大会ですね、りょうたくんとのデート。うーん、何するかなこのね1週間。もう買い物行けないんですもんね。なんで夏休みなのに買い物行っちゃいけないんだ。部活やるかな、ちょっとスマホで情報チェックするか、新着情報はないかな。おお、シーレ映画情報ね、ジャパニーズホラー押し入れのあのティランターノ、監督がオマージュ、こういうのもあるんですね。劇団羽ばたき定期公演ってますね。なるほどなるほど、まあ占いかな。うん、勉強、行楽、健康、恋愛、ああ今週はこういう感じ。うんうん、なるほどね、健康がにっこりマークですね。じゃあ、運動するか、絵を描いて芸術を伸ばす、おしゃれして魅力アップ、これもちょっと
一番低いんですね、魅力39。これも大事なのかな。これやってみようかな。おしゃれして魅力アップ。やっぱりデートね、デート前ですので。はい、バイト素晴らしい。バイトもうまくいって、お、魅力もうまくいってますね。はい、ピカピカ素晴らしい。お、パーフェクトなんじゃ、あ、ダメかい。パーフェクトなんじゃないって、言うや否や。さあデートだ。ふう、緊張すんな。ちょっと待って、一回電話かけるか。確かね、電話じゃね、一日終わらないっぽいんですよね、この相談以外は。多分そのはずだった気がする。うん、なんかみちるちゃんに電話した時そうだった気がするんで、ちょっとひかるちゃんに一回電話してみる。みちるちゃんはファッションのことを教えてくれて、ひかるちゃんは恋愛のことでしたっけを教えてくれるって言ってましたよね。電話してみよう。あれ出ないか。はーい、電話ありがとう、マリー、ひかるだよ。ああ、うん、ふふ、ちょっと相談があるんだけどいい？なになに？あの、恋愛のことならひかるに聞いてもいいって言ってたよね、うん、言ってたよねっていう聞き方ね。僕だけかな、これ引っかかっちゃうの。なんか上からな感じがしちゃうんだよな。違うかな。もう、ね、ヤッシュール、なになに、なんですか？マリー、恋しちゃったの？何でも聞いて。何それ、ビアンシュールって何？ワーオーみたいな意味かな。あのね、知り合いに評価を聞く、知り合いの情報を聞く。あ、こういうのもあるんですね。あ、知り合い？知り合いの評価。あ、こういうのがあるんだな。じゃあちょっと評価聞いてみましょうか。私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど、すごいざっくりとした、相談だな。恋愛相談なのそれ。マリーの評価だね。それなんでヒカルが知ってるの？恐ろしいな。ページをめくっているぞ。こんな感じだよ。何こんな感じって。お、キャラクターを右やタッチで選択するとときめきパネルが表示されます。相手にどう思われているか知ることができます。はい、ハートの部分が好感度です。内側のハートが大きいほどあなたを好ましく思っています。右のにっこりマークでいいのかな、見えんな、と対応しています。左のバーで示されているのが親密度です。男の子との心の距離を表しています。スキンシップが成功するとたまります。あ、そういうことですか。あれ？あー、こんな感じか。これいいの？これ。あ、普通なのかな？あの、右のこの顔が、ね。あ、全員普通だな。え、何？周りの評価普通？かもなく不可もなくか。これ、あの、高校卒業したらもう忘れられてんじゃない？この普通な感じ。むしろ嫌われてる方が多分ねえ、覚えてるみたいなことあるよ。まあ、ちょっと戻るか。まあ、普通でしたね。他にも何か聞きたい？うん、ちょっとついでだからおかわり。まだある。知り合いの情報を聞く。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。うんうん、誰のことを知りたいの？誰のこと具体的に教えてくれんの？個人で。はい、すごいな、これメモってんの？ヒカル、9月9日が誕生日なんだ。乙女座 A 型、はい、電話番号は丸×丸、三角三角、四角丸、四角。すごい変わったな。変わってる電話番号ですね。178cm、すごい、64kg。いつ調べたこんなの。バイト雑貨屋、足もんね、はいはい。あ、これも聞けばよかったんだな。うん、クラブは入ってない、帰宅部だ。お父さんの仕事の都合でイギリスに移住していた帰国子女でございますって言ってますね。デートするなら2人きりになるところ密着が好きみたい。あ、こういうのもあるんだ。だからこう、人がごちゃごちゃしてるとこあんま好きじゃないのかな。電話番号はないんだね。三影先生は。187、78キロ。バイトなし。そりゃそうだ。うん。副業者ダメだよ、先生。まあまあ、なるほどね。いつ調べた？
白羽ですよね。白羽大地くんですよね。うん。スタリオン石油でバイトしている。クラブは帰宅部。帰宅部だな、みんな。まあまあ。まだあまり調べられてないんだけど、活発な彼ならアクティブなところが好きなんじゃないかな。アクティブなところってどこ？遊園地とかかな。うん。あ、そういうことなのね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。なあ、ヒカルのプロフィールもちゃっかりある。ねえ、サソリ座の女。うん、一緒だ。あ、新体操やってんだね。うん。ツインテール、毎朝セットするのに1時間かかる。すごいな。7時に出発で6時起き。いや、もっとな、いろいろやんなきゃいけないから5時起きとかかな。大変だな、おしゃれ。女の子ってほんと大変。他にも何か聞きたい？いや、もうないっす。はい。あと、浴衣、貸してくれない？うんうん。マリ、浴衣貸してくれない？浴衣。うん。いっちゃん古いやつでいいから。ありがとう、ヒカル。またね。デート行くか。ね。行くっきゃないよな、もうな。うん、私服で行くしかないよな。え、ダメだよ、そんな。いいんだよ。うん、なんでもそのね、失敗あって人生みたいなことあるじゃん。まあ買ったばっかしで着てないやつ着ていこうよ。うん、これに、はい、なんかすげえ重ね着してない？何これ、これ、ほらキュートになってんじゃん。これもらったんじゃない？キュートになったよ。間違ってなかったぞ。ちょ、待って、多くない？なんかごちゃごちゃしてない？一着でいいよね。どうやってこれ外すんだ、これ。どうやって外すんだ？外し方がわからん。ナチュラル。あ、麦わら帽子つけちゃうとナチュラルになっちゃう。これ外して、キュートにして。あ、ブラウスを。ブラウス外す。ほら、キュートだ。ね。これで行こうじゃないか。いいんじゃない？これで。完璧なんじゃない？奇跡が起きましたよ。ね、花火大会の奇跡。と名付けよう。この奇跡を。ちょっと早く着いちゃったかな。楽しみで。あれ、りょうたくんもう来ている。さらに楽しみにしている彼。あれ？早いな。ちょっと浴衣着てる。待って、普段着できちゃった。りょうたくんこそ家出る時間ミスったんだ。でも結果オーライだったな。結果オーライ、ちょっと得した気分。そうなん？時間ミスとか言ってまた超楽しみで眠れなかったんじゃないの？どうした？ちょっと浴衣いいな、やっぱり。何か言いたげだな。そう、どこで買ったのその浴衣？メルル？冒険王。へえ、いいじゃん。いや、そう言ってくれて、そう言ってくれて。え？その格好、お前らしいっていうか、すごく似合ってる。自分のことを分かってる証拠だな。取り越し苦労でしたね、僕の。うん、もう浴衣をね、着てくるとか着てないとかじゃないんだよ、イケメンってのは。うん、りょうたくんに褒められちゃった。この服にしてきてよかった、ほんと。バンバンザイ。もう終わって、あと時間あるな。夜店行こうぜ。夜店行こう、夜店。うん、なんだろうな、練り物食べようか。練り物、粉物か。うん、練り物でも粉物でもね、なんでもいいよ。うん、ちょっとたこ焼き食べてさ、甘えてんのか。お好み焼き食べてさ、うん、自由だからね、祭りはね。うん、何でも10年以上ぶりだな。ごめん、かぶったかぶった。10年以上ぶり？何が？たこ焼き？二人で来るのは初めてだよ。まあな、さすがの俺も幼稚園児じゃお前を連れ出せなかった。ああ、そうね、はいはい。やっとね、二人で行けるみたいなことがあるよね。うわぁ、幼馴染こういうとこいいよな。幼馴染の男女はね。ふふ。いいか、今日は10年分の鬱憤を晴らす。鬱憤か、望むところ。ああ、そう、夜店の大人買いだ。そう、待ってましたよ、その言葉。
ふ、さすが若様だね。あ、それいけないんじゃない？なんだと？ほら、でもこの怒りはちょっと違うね。うん、ね、怒ってるけど怒ってないような感じ。遠慮はいらぬ、好きなものを言え。おごりすか、あざす。それじゃあ、あそこからここまで全部、すごいな。言ったな、後悔すんなよ。可変の星庵一リッチって書いてありますね、左の。うん、安いな。やっぱ1日100円か120円。どうしたどうした。リンゴ飴一つください。リンゴ飴いいね。でもいきなりだとお腹いっぱいになっちゃうね。リンゴ飴って皆さん知ってます？あれ食べ応えすごいんですよ。リンゴ丸々1個食べなきゃいけないんですもん。あんた風間さんとこの坊ちゃんか。よし、一本サービスだ。嘘、くれんの坊ちゃん。ありがとうございます。ああ、俺もちゃんと言える。よきに計らいとか言わないの。僕なら言っちゃう。りょうたくんの地元人気はすごいな。地元人気もすごいし、 SNS もすごい。やばい、始まる。夜店の大人買いは後だ。そうね、終わった後も狙い目だよ。安くなってるからね。リンゴ飴のおじさんにいい場所を教えてもらったから行こう。本当に？こっち。いいね、伊達に長いこと夜店やってねえな。いや、知らんけどね。あ、うん。たまやですね。いや、いいな。うわー、夏休みカップルで花火大会か、素晴らしいね。かぎやここから連発で打ち上がるぞ。本当に？クライマックス？ネガティブなのはちょっとな。玉屋でしょここは。いいな、うん、そこまで古典的な楽しみ方してる高校生、お前くらいだろうな。ありがとう、やったね、バッチリ。好印象、好印象。スキンシップを次にしちゃおう。はい、ちょっと触るよ。ファッションチェックか。ファッションチェック？ファッションチェックじゃないよ、浴衣じゃない。今日は笑ってばかりだな俺。今日は笑ってばかりだな俺。あー、これいいんじゃない、バッチシなんじゃないですか。どうせ近いんだし家まで送ってやる。ついに来た、ついに来た。スキンシップしよう。手つないでいこう。手つないでゆっくり行こうぜ。うん、手つないでゆっくり行きましょう。ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。これ二人の間がすげえ縮まったんじゃない？最後にちょっとだけ。早く帰って早く休めよ。ありがとう。明日に備えてさ。明日なんかあったっけ？わからん、もう。りょうたくんに送ってもらっちゃった。うわー、甘酸っぱい、甘酸っぱいな。もう感無量だわ。いやー、日記に書こう。体中の力が抜けた。うん、なんか